皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は僕が持っている3本のアコギを皆様に紹介させていただきつつ、ジャカジャカと思想もしていきますので、それぞれのアコギの音の違いを楽しんでいこうじゃないか、うわーって感じの動画でございます。前にもね、同じような内容で動画をアップロードしたことがあるんだけども、あの時はカメラのマイク音声で拾ってるからさ、あんまりこの音が良くなくて。でも今回は僕のもう超お気に入りのマイク、Zoom の H2N、 これで音をね収録していこうかと思いますので、イヤホン、ヘッドホンをしながら聞いていただくとめちゃめちゃ違いが変わってすっげえ面白いと思います、ぜひ今回の動画も楽しんでいただければ幸いです。ヤマハ、東海、マーティン、この3本を紹介させていただくんですが、まず順番にいきましょう。とりあえずこのヤマハのアコギは FG250S というギター、 FG250S、定価が 25,000 円ってことですね。だからお店で買うと2万円ちょっとだったギターなんだけれども、ちょっと鳴らしてみましょう。こんな感じ、ジャカジャカっとストロークしてみます。こんな感じの音です。どうでしょうか。まあヤマハはね、ほんとね、バランスいいです。この高音のシャリシャリした感じの、このきらびやかな感じと、低音のこのどっしりした感じ。もうこのね、バランスがね、ほんとすごい良くてね、100人の人に弾かせたら、100人が、ああ、いいんじゃないのっていう感じの、もう超優等生のバランスの良さな感じです。もうザ・アコギ。この音を嫌いな人はなかなかいないんじゃないかってぐらいにバランスが良い。でもバランスが良いゆえに、悪く言うとこうね、面白みがないって感じなんですよ。なんで人によってはなんかこう面白くねえ音だなみたいな感じで嫌いな人もいるかもわからないけども、アコギとしての完成度はすごい高いのが今で分かっていただけるかと思います。次、東海 TF150 というギターです。昭和49年製造なんですけども、その当時に1万5000円だった、ギターなんですが、そんなにいいものでもないんだけども、結構面白いんですよ。ちょっと弾いてみましょう。こんな感じの音。どうでしょうか。ちょっと感想とかもしありましたら、チャットとかコメントとかしていただけたら幸いでございます。こっちのギターの方が聞き比べてわかると思うんだけども、このレンジが狭いっていう言い方をするんですが、なんかこうね、広がり感がちょっとない感じですよね。で、広がり感がない分、なんかすげえこのガッツがあるというか、パワーがあるというか、すごいズドーンみたいな感じのこのガッツ感があると思うんです。で、低音が結構ね、こうストレートにズゴーンってくる感じだから、なんかブルースとか弾いたらすごい似合いそうな感じですよね。悪く言うと、こうちょっと泥臭いって感じだけども、よく言うとガッツがある。なんかそんな感じのイメージです。で、僕はこの低音でこのコロコロしてるところをなんかこうジョンガラ感とか言ったりとかしてるんですけれども、なんかこの三味線のような、なんかこう三振のような、なんかジョンガラジョンガラみたいな感じの、なんかそんなありませんでしょうか。そんな特徴の東海の TF150 で、3番目、僕のメインのギターのマーティンの OOOC1 というギターでございます。ちょっとね、びっくりすると思います。まず鳴らしてみましょう。なんとなくこう聞いていただいて分かると思うんですけども、あれって思いませんか。あれ、なんか思ったよりもそんなにいい音じゃねえぞみたいな明らかにこの東海の方が音でかいし、低音出てるし、まあ確かにきらびやかちゃきらびやかだけども、明らかにヤマハの方がバランス良くねって感じの受け取り方もできると思うんですよ。まあマーティンのね、音を好きな方はね、ああやっぱマーティンのないいなみたいな感じ思うかもわかんないんだけども、まあバランスの良さとかそのガッツ感とかで言ったら全然この辺にはかなわないんですよ。結構ペラペラだし、低音鳴らないし、なんかこう薄っぺらい感じ言ったらちょっと語弊があるけれども、なんかこうパワー感、アコギ感とかあんまないですよね。でもまあ逆にこのめちゃめちゃこうね、あの上の方のシュワシュワした感じのきらびやかな感じ、これはまあすげえズバ抜けてると思うんですけれども、なんかいい悪いでいくとさ、
なんか、おーおおって感じですよね。なんかどれが良くてどれが悪いのかわからないみたいな。あ、これは好みの話ですっていうのがもう分かっていただけるかと思います。価格としてはこのね、マーティのトリプル OC1、まあ定価で20万円とかするので、まあそこそこ値段するギターなんですけども、こんな感じで弾き比べると、あーなんか不思議だなって感じしますよね。でも自分でよくなんですけども、このマーティンのギターはね、全然マーティンらしくない。僕のセッティングが特殊すぎて、ちょっとマーティンらしくないんで、マーティンが全部こういう音だとは思わないでください。僕のマーティンがたまたまこういう音なんだわけであって、マーティンイコールダメとか、薄っぺらいとか思わないでくださいね。他のマーティンは全然いい音するんで。とりあえずまあ順番に行ってみましょう。もう一回、このヤマハを使って、ちょっとブルースなフレーズを弾いてみましょうか。どう聞こえ方が変わるでしょうか。ちなみに弦は全部、エリクサーのフォスファーブロンズエクストラライトを貼ってます。やっぱりヤマハって感じですね。すごいバランスがいいですね。100人聴いたらもう100人がいいねって言うぐらいのそのぐらいのバランスの良さです。これを東海で弾くとどうなるでしょうか。行きましょう。やっぱこの音似合いますよね。すごいですよね。このヤマハよりもボディちっちゃいんですよ。なんでボディちっちゃいのに薄いのにこんなに音がでかいんだっていうね。そんな感じがしませんか。で、3番目、マーティの方もちょっと弾いてみましょう。まあ、なんとなく予想できていると思うんですけども、あれ?ってなるかな?このマーティン単品で聴けばさ、まあ別にそんな過不足ないというか別に問題ないかないと思うんですけども、やっぱりこう聴き比べちゃうとなんか違うなって感じすごくありますよね。あれこうやって聴き比べるともう竹谷さんのマチコさんなんかあれだなみたいな感じに思うと思うんですよ。けれどもこれがもっと違うフレーズ、例えば僕のオリジナルの月明かりという曲をちょっと弾いてみましょうか。ヤマハで月明かり。まあ、こんな感じの音でございます。まあ、これがね、まあ、スタンダードなコギの音って思っていただいて全然いいと思います。これ、どうかで弾いてみましょう。まあ悪くないけども結構無骨な感じですよね。力強いというかなんかかなりこのほらって感じの月明かりになるのがわかるかと思います。でこれはマーティンに弾くとさあどうなるか。
こんな感じで聞くとさ、あ、マーティンすげえ、なんかめちゃめちゃなんかこの華やかでいいなって感じがしますよね。なんかこの上のこのきらびやかさ成分がさ、すごいこの強いのがめちゃめちゃ生かされているのがわかるかと思うんですが、こんな感じでね、そのそれぞれのギターにこの良さとか特徴とか、キャラクターがあって、やっぱりこう曲によってね、その合う合わないがあったりとかするんですよ。まあこういう聴き比べをするとね、なるほどねって思うんだけど、なかなか面白いですよね、一回聴いてみると。で、まあちょっとね、言い訳をするわけじゃないんだけど、このマーティンは、基本的にライブで使うことを想定しているので、生鳴りはあまり重視してないっていう、そういった背景もあったりとかします。アンプで出力するから生鳴りが低音がなかったりとかしても、ちょっとこうスカスカで薄めなかったりとかしても、それはそれで OK! みたいな感じで、アンプから出た時にどんな音がするかなっていうふうにこうセッティングをしているんでっていうのもちょっとあるんですけども、まあ、それにしてもっていう感じもしなくはないですね。他にもちょっとこのストロークで、ちょっと洒落た感じで弾いてみましょうか。まあまあ、このね、ヤマハで弾くと、まあバランスいいなっていうね、ザーコギって感じの音がしますね。で、これをトガで弾くと。こんな感じのシャレたフレーズもなんか結構まあ武骨というか結構ガッツある感じ、ドゥルって感じの音に聞こえるかと思います。これをマーティンに弾くとすると、さあどうなるか。どうでしょう、よかったらそのチャットとかコメントとかで それぞれの3本のギターの印象とかをですね、書いていただけると、嬉しく思います。まあ世の中にね、もっといろんなサイズとかメーカーとか型番とかのギターがあるんで、紹介すればね、もっともっとたくさんいろんなものがあったりとかするんですけども、ちょっくらまあ僕が手元にあるギターの3本を紹介させていただきました。この3本だけでもね、結構いろんな個性、キャラクター、違い、わかると思うんですよ。イヤホンとかヘッドホンで聞きながら、あーなるほどね、おもろいなって思っていただけたかと思います。まあこんな感じで、この3本を使ってますよという、そんな感じの紹介動画なんですけど、いかがでしょうか。まあこれからね、皆さんたくさんいろんなギターを弾いたりとか、聞いたりとか弾いたりとかすると思うんですけれども、まあ、こういう聴き方、こういう個性がそれぞれのギターにはあるんだなと思っていただければ、知っていただければ、それぞれのギターの思想とかね、するときに参考になるかと思いますので、よかったら覚えておいていただけますと幸いでございます。ではそんな感じで今回の動画を終わりにさせていただきましょう。もし何か質問とかありましたら、お気軽にコメントとかバシバシ打ってみてくださいませ。ヤマハの FG250S、 そして東海の TF150、 そしてマーティンのトリプル OC1 というギターでした。使っている弦は全部エリクサーのフォスファーブロンズ、ナノウェブの1047エクストラライトでして、ピックは、僕がいつも使っているこのオリジナルのピックで演奏しましたということで、以上でございます。よろしくお願いします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。